こんにちは今回はですねセリアに行って買い物をしてきました1点2点3点4点5点6点7点8点9点と今回はね9点の買い物をしてきてますまあ最初にこのお皿なんですけどもまあお皿はここに置いておきましょう後で紹介しますでシェラカップシェラカップもここに置いておきますえっ、ー、とね結構車用品今回買ってきましてこの3つなんですが一つはですねサンバイザーポケット えっと、車のサンバイザーに取り付けるポケットということになってます。えー、サングラスとかもね、置き場がないんで結構困ってたんですが、まあこれでなんとかできればなと思ってます。で、次がですね、トランク収納シートバッグ。うちはですね、ファミリーカーでボクシーに乗ってるんですが、まあボクシーのね、後ろに乗せられればいいなと思って、とりあえずこれを買ってみました。で、こちらがですね、ティッシュボックスカバー縦型。最近ですね、ダイソーでティッシュボックスカバー購入したんですが、色違いを買いに行こうと思ったらですね、残念ながら売り切れでした。 まあ他の大型店に行けばねあるかもしれないんですがとりあえずですねセレアでティッシュボックスカバーを買ってきてますさあ最初の商品ということでこれいってみましょうかバーベキューグリル合わせ焼き網となってますまあシュリンクしてあるんでねシュリンクをちょっと外してみましょうはいえそうするとこれが説明書になるのかななんかすげえ剥がしにくい感じで貼ってあるなよいしょ <laughs> 説明書ここ貼ってあるんだけどビリッと破れちゃったまあいいかなんかこういうやり方せずにあのシュリンクやるんだからここの上にこうやってやってシュリンクすればいいだけの話な気がするんですがまあいいやさこれが一応ね説明書になってまして、えー、まあねソーセージや野菜、えー、ホットサンドにもということで書いてあるんですけども まあ単純にですねソーセージとかまあ何でもいいんですけど、まあ、こう焚き火とかでね炙ったりしたい時ってあると思うんですよでまあそういう時にね食材挟んで焼くのに便利かなと思って、えー、とりあえずねこれを買ってみました100円ですからねで大きさとしてはですね横幅が 11cm で縦が 30cm となってますでまあ単純にねここがストッパーになってるので、まあ、こう開くとをまあグニグニしてますが、まあ、この辺はね100均なんでしょうがんなしと。 意外なの僕はねこう開くのかと思ってたんですけどこうじゃなくて横開きでしたねなるほどでここがストッパーなんでこれやるともう開かないということですねこれはねちょっと週末にキャンプ行くんで、まあ、持ってって使ってみようかなと思ってますただこれまあちょっと難点かなというところが、まあ、材質がですねちょっとちゃんと見てなかったんですが鉄です 鉄の亜鉛メッキとあるんで食材そのままつけて焼いてもいいのかなって感じはするんですがまあ大丈夫なのかなただ鉄なんでえどうしても錆びやすいんだろうと思いますまあ鉄と亜鉛メッキってこともあるんでですねもしかしたら使い捨てみたいな感じになっちゃうかもしれませんがどうだろうまあちょっと使ってみてですねこれはなのであまりお勧すすめはできないけどまあとりあえず買ってみたという感じですさあ次はですねこちらの2つなんですけどもまあシェラカップからいってみましょうかシェラカップ まあこれ単純に、ね、ププララスチッック製のシェラカップですよねでもう一つね、シェラカップ持ってきました。これは、えーと、ダイソーで売ってたシェラカップです。セリアにも売ってるのかなちょっとその辺もまだ確認できてませんが、えー、とりあえずダイソーで買ったシェラカップ。でまあ、こちらのね、ダイソーで買ったシェラカップと、えー、今回、えー、セリアで買ったシェラカップ。深さが全然違うの分かるでしょうか結構ね、薄くなってるのが分かるんじゃないかなと思います。で、横幅というか、えー、広さで言えばですね。 回りぐらいい、ね、今回買ったシェラカップの方が大きいですなので浅くてて広いシェラカップになってます、まあ、僕のねシェラカップの使い方としては、えー、と飲み物を飲むっていうよりかはですねどちらかというと食べ物を装う食べ物を食べるために食器代わりに使ったりするんですが、まあ、そういう意味で言うとねこんなに深くなくていいからちょっと広いものが欲しいと思ってたんですがちょうどねこれが売ってたので今回購入してみました。 でとりあえず2つ <laughs> やっぱりねこういうの2つ買っとかないとなんか不安になっちゃうんで、えー、とりあえずね2つ購入してますまあ僕みたいにですねシェラカップを使う時は食べ物用のお皿として使うのがメインという方にとってはですねこのプラスチックのシェラカップっていうのは、まあ、選択肢として枚数をねたくさん買えるのでいいんじゃないかなと思います さあ今度はです、ね、お皿ですすねお皿こういったねつやある感じのお皿ですが、えー、金属製のお皿ですねこれをね3つ買ってきましたえなんでねまた3つもいるんだって感じがするんですがこれねいるんですよなんでかっていうとこれね見た感じは同じでしょ見た感じは同じなんだけど裏がね違うんですよこうやってこれ面白いですよね面白いんだけど1個難点がありましてあのね 多分、ね、塗装がそんなにね丈夫じゃないと思う剥げやすすいいと思いますねだからまあそれがネックなんだけど、まあ、今まであんまりなかったですねこういうなんかかっこいいお皿、まあ、この金属製のお皿っていうのはねそもそもかっこいいんですけどなんかこう色がついてるしかもこうアウトドア調のねなんかこうオリーブだったりタンカラーだったりっていうのはなかなかなかったんじゃないかなと思いますまああったとしても100均ではなかったですよね まあこの色合いが気に入ってしまって今回買ってしまったんですがまあえとステンレスカラフルプレート1 8ンチとなってましてえこのシールがちゃんと取れるのかセリアさんが学習してくれてればいいがああ取れる取れるあやった取れやすいシールですさすがにねお店で剥がすわけにいかないんでとりあえず買ってきましたが剥がしやすいシールですね大丈夫だった 前、ね、購入した時のお皿っていうのは何かこうなんだろうあの剥がした時ののが残るような感じでいまだにねちゃんと剥がせてなかったりするんですがあこれは大丈夫ですねよかったよかった結構この剥がし跡が残るとねかっこ悪いんですよねかっこ悪いからどうだろうと思ってたけどよかったこんな感じでなんて書いてあるんだ「ゴーエクスプロー なんかからんまあとりあえずこんな感じでねかっこいいお皿ですよこれ色もね普通お皿っていうのはですねこんな感じで全部同じ感じなんで、えー、グルキャンとかやってるとですねあれこのお皿自分のだっけなみたいなことが結構あったりするんですが、まあ、こうやって色が分かればね結構その辺も分かりやすくなるんじゃないかなと思いますこれまあ100円にしては全然良くないですか 今回ね買ったものの中でおそらくこのお皿が僕はね一番気に入ってるんですよ、まあ、100均としてはねすごくかっこいい出来なんじゃないかなと思います、えー、ただね一番最初に言った通りあり、のー、すぐ剥がれる可能性があるのでまあそこだけ注意ですかね、まあ、その剥がれてもいいよっていう感じでまあそんな、あのー、神経質に使わない人にとってはいいのかなと思います、まあ、僕はその辺あんまり気にしないのでこれからどんどん使っていきたいなと思ってます これがお皿でしたさあそれではですねこの辺の車用品を、えー、車の中に実際に入れていきたいなと思いますさあそれじゃあですねサンバイザーポケットをつけていってみましょうか一応書いてあることを見てみるとですね、えー、幅が16.5センチ以上のサンバイザーが必要みたいですで縦幅としてはですね13センチから19センチまで対応しているということなので、まあ、ボクシーでも大丈夫でしょうで軽板でも大丈夫だと思います さあ、それではね、取り付けしていきたいと思いますが。まあ、マジックテープなんでね、そんな難しいことはないですよね。まあ、取り付け位置によっては、このね、ミラーが使いにくかったりするとは思うんですが。まあ、このミラー、基本的に僕使わないんで、これは問題ないかなと思います。 ちょっと見えにくいかもしれないですけどねこんな感じで取り付けられてますでサングラスが入ってあいいですねサングラスが入りましたでもなんかレシートとかね領収書とかなんかこう駐車場の券とかでしょうねそれがここに入るとでもサイズがめっちゃ微妙だなレシート入れるにはちょっとサイズが微妙でしたねただこっちには余裕で。 入りますこれは便利だと思うすごく一応こんな感じでですねサングラスそしてレシートというような感じで入れてみましたがここはちょっと微妙ですね使い勝手がいいんかなと思ったけど駐車券が入るかどうかちょっとスペース的にもしかしたらちょっとちっちゃいかもしれないです、まあ、どちらかというとねこっちの方がこのメッシュでいろんなものが割りかし入れられるんかなって感じがしますでただねここのね端っこ 端っっっっここがこうちょっとペロンててなってるんですよだからここのベルトがもうちょっとこの端っこにあればまあちょっとこの辺も改善できたのかなって感じがするんですが、まあ、ないよりかはね全然いいので、えー、この何でもなかったサンバイザー、まあ、100円でですねこんな感じにできるんであれば、まあ、十分かなという感じがします。で続いてはねこちらです、えー、シートバックシートバックをねちょっと取り付けてみましょう。 思ったよりちっちゃいなこれ思ったよりちっちゃいなっていうのがね正直な印象ですねもうちょいでかいかなと思ってたけど取り付けに関してはですねヘッドレストを外してただ単純にね引っ掛けるような作りになってますどうだろうこれ使い勝手あんまり良くなさそうだな買ってから言うのもなんですけどね 一応ね、取り付けてみましたが、どうだろうな、これ、なんか、なんとも言えない感じかも、なんとも言えないですね、これ、で、これを買った理由としてはですね、あのこれから夏になっていくんで、まあ、子供たちの、ね、濡れた、えー、水着だったり、えー、服だったり、なんかこう、そういった濡れ物をね、まあ、この中に置ければいいなと思ってたんですけど、意外とちっちゃいですね、これ、ちっちゃいから、あんまり入んないかも。まあ 子供用のね服ぐらいだったら入るけどって感じですねただゴムボートを置いたりとかその辺はちょっときついなって感じがしますね。まあ濡れ物を適当にこの中にぶち込んどけるっていうのと100円なんでまあそう考えるともありかもしんないですけどね。ただじゃあこれをね完璧に進めるかっていうとちょっと難しいかなって感じがします。まあ大きさとしてはね結構微妙ではあるんですけど宙に浮いた感じになるのでまあそういう意味じゃ結構広く使えるのかな荷台が。 ただほんと川遊びとかした時用って感じですかねそんなに荷物は乗らないのでそういう感じで使えればいいかなと思います。 さあ今度はですねティッシュボックスカバー見ていってみましょうか結構単純な作りですよねそうかまあこの辺が100円の限界って感じなんだろうなきっとまあとりあえずこんな感じで入れてみますうんこの何て言うんだろう結構余裕を待たしてるんでしょうね こんなな感じの作りになってますで、これはですね、ここの持ち手のところを取ってですね、これがマジックテープになってます。なので、これも、ね、ヘッドレストとかにこうくっつけてくださいって感じなんですけど、えーと、あとはね、この辺か、この辺とかがループになってまして、カラビナがつけられるようになってます。で、一番最後のところだけこう取り外しができるようになってます。なので、ちょっと斜めっちゃうかもしれないですけど、ここにカラビナつけて、 まあそれででぶら下げるっていううのもまあ,ありななんじゃないでしょうかただこれねちょっとうん買ってみて思ったけどちょっとダイソーのものの方がねやっぱ作りが立派かなって感じがしますちょっとね持ってきましたんでこう比較のために見ていただければなと思いますこちらがセリアのティッシュボックスカバーでこちらがダイソーのティッシュボックスカバーですまあ例えばダイソーであればですねこうカラビナが付いててぶら下げる仕様であるっていうことであとこのね裏側裏側もちゃんと生地があって ポリエステル75%のコットン25%とかだったのかななんか結構 TC 素材に近い感じの素材だったと思うんですがえそんなに安っぽくないとでこちらの出し入れに関してはですねこの両側にですねファスナーがありますファスナーがあるのでこれで開け閉めしてまあ出し入れをするという感じになってますでこれはね210円なんですがこれが210円で ま、こちらのセリアのもの、セリアのもの、まあ、もう一回見ますね、えー、こんな感じ、ここがベルト、えー、取り外し式になっていてで、えーと、ループがついてて、まあ、ここからティッシュを出すという感じですよね。こんな感じになっていて、えー、裏側はですね、このなんていうんだろう、貧乏ちゃま状態っていうか、そんな感じになってます。で、これで110円。で、こちらが210円で、まあ、210円。 まあちょっとでこっち高いんじゃないのと思ってたんですがこうやって比べてみるとですねまあ作りがまあ全然違いますよね作りが全然違うのとやっぱこう出来がねこっちの方がはるかにいいなって感じがしますまあこれ2 0 0円だったらやっぱ買いですよねまあ今回はですね車のヘッドレストとかにかけられればいいなと思ってたんでまあこれで十分かなって感じはしますただこれもね僕がおすすめするとすればやっぱダイソーの方がうん満足感があるかなって感じがしますね さあまあそういうことでねいろいろ見てきましたがいかがだったでしょうかえもうね車に載せているものもあるのでえ全部はねここに出せないんですけどもまあこういうのはですね実際に袋から開けてみないと何とも言えないところがあったりするのでまあ袋から開けてみるとね微妙だったなっていうものも実際ありましたがまあ結構ね面白いものが今回も買えたんじゃないかなと思いますえ動画を見てですね気に入ったものがあれば是非セリアに行ってみていただければなと思いますそれでは